上がるんだったらこういう感じがいいしと思うし、うん、ウイスキーっぽく飲みたければこれかな、やっぱりタルチョコソルの感じとかがいいし、うん、ケーキは食べてみたいな。あ、そうですか。なこれにしようか。これ何？アールグレーのジンで、むさすごく珍しいです。あんまり分けるとかない。あ、そう。はい。うわー、ラッキー。これものすごくレアなジンなので、イギリスのあの森の中で家族経営で作ってるジンです。へー。イギリス。ジン言うたらイギリスかね。いや、世界中あります。イギリスも全部、フランスあるし、ドイツあるし。あ、それ世界中のやつか。はい、あります。いっぱいあります。いろいろ、イタリアもあるし、スペインもあるし。ミムさん映ってる、映ってる。私はいい顔、ちょっとミークがないかもと思う。全部入ってるやん。やめてください。映してもらう、可愛いから。いやいや、いい。ああ、そうなん。ダメ、もう年だから。マスク取ってください。やめてください。可愛いのに。衛生上、衛生上。面白い。マスクはしておきましょう。でも、はい、初めてお越しになったお客様。螺旋階段を上がってくるって、俺行き止まりか思って聞きましたよ。あの2階で。こので、さっき北京語と、え、英語と北京語は分かります。国際的な店。そうですね。初めて今日だけ。俺は日本人やけど。でもなんか日本人に見えなかった、ね。日本人の顔じゃないですね。そうでしょうね。元気ですね、足も。ありがとう、ありがとうございます。甘いのもケーキも好きなんですか。はい。いや、あの強くないんですよ。でたくさん飲めないんやけど、あのウイスキーが好きなの。1年ほど前はね、あ、1年半なんかな、ワインばっかりやったんやけど、ウイスキーを何かの拍子で飲んだんですよ。ウイスキーは何かの拍子で、ほんなおいしいのが再度気がついて。すごい綺麗な色ね。私も紅茶ね。まあ、めちゃくちゃ綺麗な色。すごい綺麗。こんなんで飲むんですか。ジンは普通透明ですけど、うん、あの最初これでどうしてもあの度数的にしんどいって思われたり、あの氷が欲しい、加水したいなと思われたらロックにもしますし、お好きなようにまず40度です。香りを、はい、香りを嗅いでみてください。はい、こちらは 39.5 度。
しい。よかった、一歩違いで俺追い出されるとこ。じゃあ、はい、お帰りになるっておっしゃってる。こっち開きますよ。外に行きます。ちょっとなんか書き込みしない。あ、そうです。寒いです。あ、防寒ジャンクしっかりして。大丈夫なんです。マスク取ってもらうのか。やめてきましょう。お気に入りです、本当に。じゃあ、お茶で、マフィンで、マフィンどうされますか、これ。じゃあ、行ってもらいますので、じゃあ。あ、でも、足りるかな、皆さん足りなかったら。あ、大丈夫です。マフィンが有名なんです。いや、何でも聞いて美味しいんですけど、その日によって、きっと食べてるのが違うから。週末はね、土日はスコーンが。スコーンでしたよね。スコーンも美味しいです、すごい。誰に聞いたの？奈良崎さんとか。お？奈良崎さんです。奈良崎。男性のお客さんでって言ったら。僕、加古川なんですよ。そうなんですか？あ、わかった。まさこさんでしょ。あの、パン屋さんで女性に会われませんでしたか？はい、加古川のパン屋さんで。加古川のパン屋さん、はい、パン屋さんで走ってらっしゃいますか？パン、あ、いや、昔ね、マラソンね。昔で、ま、今も鍛えてますか？スイミングぐらい。はい、ジムに行っておられる。パン屋さんに行ってらっしゃる。パン、まさこさん。はい。その方がなんか、あ、そう、素敵な男性に会って。俺じゃないや。いや、そんな、なんかでも。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様にとって今日一日が良き日でありますように。